はい。では皆さん、こんにちは。今日はですね、2017年の12月の30日でございます。あと1日で、今年が終わろうという、そういう、タイミングでございまして、フルタイムで働いております。私もようやく、年末の休みに今日から突入しまして、3日まで休みで4日からまた仕事始めと。まあ、一般企業と同じような感じですね。まあ、正月ないだけでもありがたい。いうところかもしれませんが、昨日まで頑張って仕事してました。で、今日からね、やったーって感じで、まあ、ね、正月気分、ね、年末気分に浸ってもいいんですけれどもね、自分は、スピリチュアルテレビのね、出演者の一員だということをなぜか思い出してしまいまして、ね、いつもね、最近は、まあ、月一だから、まあ、こういう時、ちょっと時間をとってね、やってもいいんじゃないか、あるいはやりたいなっていう気持ちにもなったので、急遽、今日、年末番組ね、枠を作ってみました。賢者テラでございます。まあ、これからね、まあ、それほど長い時間ではないかもしれませんが、番組のお付き合いをどうかよろしくお願いしたいと思います。はい。まあ、仕事しますとね、しかもフルタイムでやりますとね、やっぱもう考えるのは、やっぱその仕事のことですしね。そして仕事は何のためにやるかと言いますと、当然家族を守るためであります。ね。家族の元気な顔を見れたらね。まあそれは世界、ね、全人類がね、平和でありますようにとか、ね。地球の平和とかね。人類の愛とかね。まあそういう大きな視点スピリチュアル好きですけども、もちろんそういうものをね、考えれる余裕のある方はね、やっていただいたらいいんですよ。何もそれを批判はしません。結構なことじゃないですか。ね。いいことだと思いますよ。ただ私はもう無理だなと。ね。やっぱ身近なもんを守ることで精一杯でね。もう、それがあればね、申し訳ないけど、自分の全く知らない人の幸せまでね、責任持てないなと。ね。うん。だって家族を守れない人間がどうやって世界を守れるでしょうか。ね。だから世界平和のためにね、講演会に駆けずり回ってね、大勢の人間から拍手喝采を受けてね、その人の家庭がボロボロだったらどうしますよ。これこそ本末転倒というやつですね。その実はすごく空虚な人生だと思いますよ。畳には華々しくてもね。まあ、これは決して巻き惜しみで言うわけではございません。本気でね、思っております。うん。もしも私がそのね、それが本気じゃないというかね、建前上のことだけだったらね、私どんだけ悔しがってることか、今の立場になってね。ああ、時売れてたらもっともっと、ね、年収あったのにな、とかね。まあ、うん。なるわけでございます。でも今の私は非常に清々しい、気分であります。ね。もちろん、フルタイムで仕事しているとはいえですね。もちろん、テラとして活動してた時の方がですよ。正直稼げたというかね。お金は、あったわけでございます。ね。でもね、まあ、なんとか、かんとか暮らしておりますけれども、ね。まあ、仕事がね、まあ、大きなトラブルもなく無事に、まあ、ね、今年終わって、そしてね、家族もまあ、大きな病気にもかからず、ね、まあ、元気で、ね、こうやって正月をね、年末を迎えれるという。ベタですよ！本当にベタです！ベタですけども、この当たり前のね、今ここの幸せを、まあ、噛み締めているわけでございますよ。だからもうこれ以上に、私は本来皆さんに対して語る言葉を持たないのでございます。これでいいと思ってるしね。それ以上に何かね、大きなことを言えるわけでもなく、ね、今更私が何かスピリチュアルリーダーずらしたからといってね、何か言えるわけじゃない。まあ、ね、テラとしての、もう日々ブログを更新し続けた時期、ね、言ったこと以上のことはもう、ね、言うことはないんですけれども。今日は、まあ、そんなね、固いことは言わないで、ね、年末、ね、しみじみと、一年を振り返りつつよ。そしてね、今年ももうさ、これで最後なんだなと、スピリチュアルテレビのね、この番組も最後なんだなと思いながら、なんか口からね、出てくる、ね、自然に出てくることを、ちょっと、まあ、残しておきたいな、まあ、語って年末を締めくくりたいなという思いがね、出てきましたので、本当ならばね、ぐうたらちょっと遅くまで寝て、ね、そしてやおら起き上がってですよ、ね、お昼頃からなんか買い物に行ってね、年末の買い物に行って、ね、31日は、ゆっくりと、ね、できるように、ね、今日準備するところなんでございますけども、その時間を割いて、今日は番組をお届けしております。皆さんも大掃除を手伝いとか、ね、
何やってんの？お父ちゃんお母ちゃんと言われながらもね、もしかして今このモニターの前にいてくれる方がいるのかもしれませんが、本当にありがたいことでございます。ね。録画じゃなくてリアルタイムで見ているあなた、よく時間作れましたね。よくいらっしゃいました。なぜ時間が作れたのでございましょうっていうね。ところなんでございますけれどもね。はい。では今日、ね。質問などある方はですね、スピテレビ掲示板というところに投稿していただくか、もしくは、スピテレビ予備チャット、スピリチュアルテレビホームページの、スケジュールカレンダーのね、下にありますね。そこに入り口があります。予備チャットに、侵入いただいて、侵入って言ったらなんか言葉があんまよろしくないが、入っていただいてですね、何らかしらのメッセージを打ち込んでいただけるといいのではないかと思います。予備チャットの方はですね、すぐ反映されるので、気づきやすいのでございますけどもね、掲示板の方は、ちょっと打ち込んでから反映されるまでにね、時間がかかる場合が、あるようなんですね。だから、できるだけ早めに打ち込むことをお勧めさせていただきます。こちらの場合は。はい。はい。よろしくお願いいたします。ね。すでに、何か温かいメッセージが、いくつか入っておりますね。まあ、今日はまあ、そんな軽い感じで言ってもいいかな。はい。まず、まあ、ご意見というかね、感想というか、投稿されたものをね、紹介していこうかなと思いますね。まあ、なんかラジオのね、番組の進行みたいですけどもね。テラさん、いつもわかりやすくて楽しいお話をありがとうございますと。テラさんが出演された放送をすべて拝見しています。マジ？あなた物好きやね、本当に。どこがいいんだろうっていうとこ。やっといてなんですけど、どこがいいんだろう。はい。最近では、行き詰まった考え方をしてしまうときなどに、こんなときテラさんならどう考えるのだろうと考えたりしてみますと。私の考えることなんてろくなことでもないことですからね。あまり信頼されない方が、いいんじゃないでしょうか。ね。テラさんから教わる考え方は、自分にとってとても心強いものになっています。まあ、ね。10人いたら9人中まではね、あんた頭変って言うかもしれませんけどもね。そのたった一人でも、ね、この方ね、ぐらいでも、そういうことを言っていただけると、まあ、番組を続ける甲斐もあろうかというものですね。本当に、感謝でございます。ね、これからもね、来年も、まあ、やっていこうという気力にね、させていただけますよ。ね、本当にありがたい励ましのお言葉でありますね。はい。では、二つ目の、メッセージを紹介したいと思います。なんか質問っていう感じではどうもない感じですね。テラさんのお話がね、今日聞けてラッキーですと。カレンダーをちゃんとチェックしててよかったです。スピにズボズボハマってしまいそうな危ない私に、おい、自分の足元をしっかり見よ、現実を見よ、と喝を入れてもらった感じです。どうか、スピリチュアルテレビや他でも時間の許す限り、賢者テラとして活動を願っていますと。こんなことを言ってくださる方がまだいらっしゃるか、本当に涙のちょちょ切れることではございませんか。ね。私もね、ブログの更新をね、まあ、ほぼ止めて、こうやってスピリチュアルテレビにね、月1、2回出るだけになってね、そんなことを言ってくださる方はもういないかと思ってましたが、ね。こうやって、ね、私があんまりね、世の中の前面に出なくなってからも、もともと前面に出たとは言えないですけどもね。言ってくださる方がいるということは、なんとありがたいことか。ね。やっぱ悟りというものを得るとね、何かに依存しないってよく言うじゃないですか。ね。我々は例えば子供がいるから、それは生きがいだとか、ね。この仕事が大好きだから、これが生きがいだとか、何かに依存している。だからその子供がいな、死んでしまったり、あるいはその、ね。私が生きがいを感じてその仕事がなく取り上げられてしまったとしたら、その人は立ちどころに幸せを感じることができなくなってしまう。だから悟りというものは、何かと問われた時にですね、何かに依存しないで自立できている状態である。つまり、自分が幸せというものを感じる時に、何があるから幸せというものを感じている状態では、それは真に悟ったとは言えないと。つまり、何かに依存している状態であると。悟りとは、その何かに依存していなくても、その人の、その単体でというかね、
自分だけで、自分の内側、内面のみで、その宇宙との一体感とか、あるいは自分がワンネスである、ね、自分が唯一無二であるとかね。まあ、そういうことへの確信というかね、意識が開けることによって、もうスタンドアローンになることができるということだとよく言われますよ。ね。そういうふうに悟りが語れる場合もありますよ。ね。つまり何かに精神的に依存していないっていう状態ね。うん。要するに私と何かという関係性の中で幸せを感じるんではなくて、私が全てであり、他はないと。ね。だから本当にそういう、全く違う視点からの、感覚が、その人を支えることができるというのがね。それが、まあ、ある種の、まあ、仏教でいうところのですね、まあ、まあ、悟りの境地だと。いうふうな表現をすることも、まあ、可能かもしれませんがね。そうは言ったってよ。ね。そうは言ったって完璧というのはこの世界にないのです。人間である以上は、自他という枠の中で生き物としてね、そういうこの三次元世界というかね、この宇宙次元の中で生きる上においては、たとえその人が悟ったと言おうが何と言おうが、それはその人が悟ったのであって、結局そこに限界というものがあるのですよ。ね。だから、その人が悟って本当に下脱などし遊ばしてね、その肉体を脱いでどこかに行っちゃい遊ばしたんだったら完璧と言っていいでしょう。それはね、本当の意味で純粋に悟ったと言ってよろしいかと思います。ただ、肉体を保持したまま周りに、おいおい、俺悟ったんだよ、ね。私実は悟ったのと言ってみたとしても、その人は確かに意識は開けたかもしれない。ね。周りのいろんな方々と比較して、その人は進んだものの考え方や開かれた意識を持ったかもしれないけども、でもそれは相対概念の中での話でしかないのですよ。つまりそこには限界というものが、天井というものがあるわけです。それ以上をその悟り人は超えることはないんです。肉体を持っている以上ね。だからそこを私たちは分かっておかないと誤解をするんですね。悟ったら完璧になるとか、動揺しないとか、苦しまないとか、人を裁かないとかね、悪意を持たないとか、もういろんなこと、偏見があると思うんです。やっぱり、ね、そりゃ中にはマザー・テレサのような人格者がいるかもしれないし、ガンジーのような、本当にね、非暴力を徹底できるような人がいるかもしれない。ね、レジで順番を抜かされたからといって、車で煽られたからといって、ムカッと、ね、しない、ね、そういうできた人間もいるかもしれないけどもね。でもそれだって、限界っていうのはあるんですよ。ね、どんな人にも、やはり限界というのはある。完璧な悟りの意識の状態を常に保ち続けるなんてことはありえない。ね。結局それは確かに、一瞬そういう体験をするかもしれないし、その残り側が、その体験の後何年か続くかもしれないけれども。でも、それはずっと同じようには残らない。この世界は諸行無常であり、すべては移ろいゆく。すべては変化というものを免れることができない。そういう仏教的なね。まあ、世界観、ね。まあ、それは当たってるんです。それから我々は逃れることができないので、ずっと同じでいられるということはない。だから、悟りという状態もね、それが変わったら悟りじゃないっていう人がいるかもしれないです。ね。その考え方は理解できなくはないです。そう考えたい気持ちはわかります。悟りがぐらついたり、その人がね、退化する。悟った以前の意識状態に転げ落ちる。そんなことが起こるとしたら、それは悟りではなかったんだと言うかもしれないけども。でもこの変化というものを免れない世界において、ね、悟りであろうが何であろうが、あらゆるものに変化しない可能性のないものはないのでございます。それはあんな虫のいいものはないんです。絶対に変わらないものとか、絶対にこうな、一度なったらもう、変化しないものなんていうのはないのでございます。それは皆さん嫌がるかもしれませんが、悟りというものもまたしかりなのでございます。ね、皆さん嫌でしょ？悟り追求して、ある程度のプライドを持った人だったらね、そんなものが変わる、ね、あるいは退化する可能性なんていうのは認めたくないでしょ？いや、俺の言ったこの悟りはね、もう絶対に変わることがない。ね。絶対に後戻りすることがないと胸を張りたいでしょう。ね。本気で多分そう思ってらっしゃるでしょう。ね。それ悪気なく本当にそう思ってらっしゃるでしょう。ただね、本当に、もっともっとその奥をね、知っていくとね、その悟りの入り口からもっともっと奥に入っていくと、本当にそういう無常感、すべてのものは変化を免え
得るものではなく、それは良い変化もあれば、その逆の変化もありうり、そのストーリーがどうなるか、あなたの歩むストーリーがどのように変化するかということは、本当にわからない、読めないんですよ。あなたも予想できない。そしてコントロールすることもできない。ね。本当に何が起こるかわからないのが人生だ。いうのが、あなたの実感になっていくでしょう。深まれば深まるほどに。だから私もね、まさかフルタイムで普通のね、会社員みたいな立場に戻るとは思わなかったですよ。一生私もそんな仕事しないと思ってたからね。だから人とに人間ってどうなるかもうわからない。この先だってわからないですよ。もう私だから今ね、普通に、ね、働いてますから。もう二度とスピリチュアルの世界、表舞台に戻ることはないだろうと思ってますよ、今。でもね、これだってわからないわけですよ。人生、1ヶ月後、2ヶ月後、1年後に一体どんな変化が起こるかわからない。ね。もしかしたらね、ありえないと思ってるけどね。またテラフィーバー、テラ人気が再燃するとか。まあ絶対ないね。でもね、ゼロじゃないんですよ。0.00001% ぐらいは、やっぱりその可能性というのはある。それがね、この世界の面白いところなんですよ。絶対無理とか、絶対ありえないっていうことがない世界なんですね。確率的には。うん。もちろん、うん、やっぱその予想通りになることだって多々あるんですよ。ただそれは、その中でそういう流れになっただけであって、絶対に決まっていて、そうなったっていうことではないということなんですね。私は言ってること矛盾してるかもしれないですよ。宇宙で起きることは全部決まってると言ってながらね、何が起きるか分かんないけど、それは決まっているけども、どのようなストーリーになるか進んでみないと分からないということを裏返せば何が起きるか分からないということなんですよ。決して決まっていないということでなくて、私たちはね、本の先に書かれてあることは、今読んでいるページより先のことは分からない。ね、そんな器用なことできないでしょ？やっぱ今まで読み進めてきて、今開いてるページのことしか頭に入ってないはずです。先のことがわからないから、この先どうなるんだろうとワクワクしながら本のページをくるわけですよ。一瞬本を持っただけでページの最後のページまで文字が分かってね、あ、分かっちゃった。ページを開かないでね。なことありえないわけでね。うん。はい。そんなことでございましてね。ありがたいことですよ。でもね。まあこんな私のメッセージであったとしても、まあ期待をしてくださったりしている方がね、まあいるんだなということがまあ分かって。私も励みになりますです。だからこういう励ましのメッセージをくださったお二方にはですね、本当に感謝をしたいなと思いますね。はい。ではちょっと皆様からの、他の質問が来ていないかどうかをですね、ちょっと確認をしてみたいと思います。まず、一つ。質問ですと。以前、スピテレビに、マスターゲートさんのお弟子さんが出演されたとき。あ、そういう方いらっしゃるんですね。マスターゲートという、まあ、韓国のね、方ですよね。はい。その方の弟子が出演されたときに、こういう質問を、されたそうなんですね。悟った人と、悟っていない人の違いは何ですかとお尋ねしたら、考え方と一言だけお答えになりました。一言だけのお答えだったので、今でも記憶に残っているのですが、この考え方というのは、考え方の視点ということなのでしょうか？この疑問をテラさんに質問してすみません。まあ別にすまないと思う必要はないんですけれどもね。要はこの考え方はテラさん的にはどうかと聞きたいわけですね。ね。悟った人と悟ってない人の違いは何かと。ね。ある方は考え方だというふうに一言で答えた。この答えに対して、テラさんはどう思うかということと、じゃあ私だったらどう答えるかという質問だと受け取りました。それでよろしいんですかね？違いはない。もちろんね、どの次元から切り取るか、どの立場からこの質問を切り取るかによって答えは変わってきます。もちろんこれに対して絶対正しい答えというのはないんだということを先に言っとかないとね、誤解されるかもしれないですね。私一応言いますよ、これからね。自分だったらどう答えるかということを言いますが、決してそれは僕の言うことが正解なんではありません。ただ、私だったらこう言うということで、一つの切り取り方ですね。受け取り方。そして反応です。私個人の反応なので、決して、あ、そうか、テラさんの言うことがね、それが正解で、他が間違っているんだということではない。私が今から言うことを何言ったとしても、それで
このね、マスターゲートさんのお弟子さんが間違っているということを伝えるものではないということは分かっておいてくださいね。そこ誤解なきよう。うん。私は、変わらないと言います。悟った人と悟っていない人の違いは、宇宙的には何も違わない。ただ違うことがあるとするならば、自分は悟っていると本気で思っているのと、私は悟っていないと自分で思っているか、あるいは悟りに関心がないか、周りがこの人は悟っていないと思っているか、だけの違いです。ある面から切り取るとね。つまり、僕がね、こうやって賢者テラをやって、そしてね、また何年か活動して、で、それから離れてね、こうやってちょいちょいまた話す立場になってっていうね、そういう時間の旅を遍歴したい今、私が言えることは、違いなんてないということです。あるとするならば、その人は悟ったと自分で思っていて、自他共に認めているか、それとも、悟っていないと自分で思っているか、あるいは悟ったと思ってんだけど、周りがてめえ悟ってねえじゃんかと、全然ダメじゃんって言われてしまっているか、それだけの違いであって、例えば宇宙レベルの何か神かね、すごい存在から見て、あ、この人悟ってるわ、この人悟ってないってわっていうのはね、もう鼻くそ程度の違いしかないし、違いなんてほぼ見分けられないだろうと思うのです。うん。あの、思い込みの産物だと思っていただいて、ほぼいいかなと。ね。あの、すべての人が悟っているなんていう言い方の話題が流行ったことがありましたよね。悟っている人と悟っていない人なんていなくて、すべての人がね、悟っている。ただね、自分が悟っていないと思っているだけだなんていう話がありましたけども、私はね、その言葉が当たっているとはあまり思いませんけれどもね。うん。まあ、一つの励まし方というか、ね。一つの肯定の仕方。我々一人一人が違いはあるけどね。人間として違いはあってね、優劣があったり、年収の違いがあったり、いろんなね、まあ、差は、ね、格差はあったりするかもしれないけども、そのすべての人々に対するエールとしての言葉としてはいいと思うんですね。うん、すべての人々は悟っている。ただ、あなたがそれを認めていないだけであると。ね。逆を返せば、みんな大して50歩100歩だってことなんですよ。悟ったと言おうがね、悟ってなかろうがね、人間という体を持って、その枠の中でね、生きててね、この社会ルールの中で生きざるを得ない以上は、50歩100歩だつんですよ。だって私もそうでしたよ。5年間賢者テラとして活動しましたけどもね、悟ったと言ったって私はやっぱりお金に縛られね、スケジュールに縛られ、人々のね、噂や、そういう評価に縛られてね、決してね、のびのび自由にできたかというとね、まあ、やりましたよ、ある程度は。いや、うん、でも限界がそこにはありましたよ。ね。やっぱ自由にやればやるほどにね、自分を飾らなければ飾らないほどに、いろんなね、余分な人からの反感を買いましたし、ね。私が、まあ、人気なくなった時に、どんだけ嬉しがられた人が多かったことか、ね。ざまあ見ろと思った人がね、多かったことか、やっぱ言ってきましたからね。ざまみろっていうね、メッセージいっぱいいただきましたからね。だからね、なんちゅうのかな、うん。もうね、悟ったってこの世界でいくらね、思ってみたところで言ってみたところで、結局肉体はこの地にあってね、食べないと生きていけないし、たとえね、その人が不食の人だとしてもね、断食のプロだとしてもよ、食べないで俺は生きていけるって強がってみたところで、ね、空気吸わないと生きていかないしね、この世界では空気吸って生きるだけでも金がかかりますよ。ね。家、住むだけでも家賃がかかります。で、税金、かかってきます。健康保険、ね。国民年金、厚生年金、なんじゃらかんじゃかかってきますよ。で、電気代、ガス代、水道代。ね。水ぐらいは飲むでしょ。なんぼ、物食わねえっていう人でもね。水ぐらい飲むでしょうよ。ね。水道代、ただじゃないです。つまり、生きていく上で、本当に悟り三昧というかね。その心の内の喜び三昧に生きることは許されないのでございます。あと人間関係というのがございます。ね。親もいない。ね。家族もいない。恋人もいない。知り合いもいない。誰もいない。でね。それだったら朝から晩まで本当にね、人間関係の悩みというのはないかもしれないですけどもね。まあ寂しくなってくるかもしれないですけどもね。そんなのは無理なわけですよ。誰かしらと関係して生きざるを得ない中で、やっぱ私たちは煩雑なことを考える必要があるんですよね。うん、いくら悟ったと言っても、今日の夕ご飯のこととか、ね、明日どうしようかとかね、天気悪くて、道が悪くて、出勤するのが大変だとか、いろんなことに悩まされることになるわけですよ。
もちろん、悟りの境地を得ていればね、意識が開けていれば、そういうものをね、ある程度交わすことができるけどもね。でも、前段回避はできないんですよ、人間だから。ね。やっぱ肉体を持って、限界というものを持っている以上においては、いくらその人がどんだけ悟ったとは言ってもね、100% じゃないですよ。だから、どこかそのたまたま 1% のね、穴にぶち当たった時に、たとえ悟り人といえども困り果てたり、悩んだり、苦しんだり、間違いを犯すことが生じるのでございますよね。そういう時に、そこだけ捕まえてね、あ、この人はやっぱり悟ったって嘘なんだとかね、ダメなんだって、全然ダメなんだ。うん。それもちょっと変だし、逆にね、あるその人の一部だけを見て、いや、この人すごいじゃないかと。いや、この人はもうね、悟り人じゃなかろうかと。この人こそ、この世界のね、リーダーになるべき人じゃないだろうかとかね、その人の24時間つぶさに観察したわけじゃないのに、出た本だけを読み、その人のね、たった2時間のね、人から見られているね。だから人から見られている以上、その人緊張するし、よく見せようとするでしょ？そのよく見せようと構えているモードのその人だけを見て、その人が完璧だと思い込んでしまう。ね。私生活も、鼻ほじっているところもね、便座で座ってうんち決まっている時を見てるわけじゃないのに。ね。その時その人がどんな行動をしてるかも知らないくせに、過大評価して。ね。私はね、もう悟った人と悟ってない人の違いっていうのは、もうはっきし言って自分で悟っているというふうに認識をしたかどうかだけだと思うんですね。他人の評価なんていうのはもうあまり当てにならないと思ったらよろしいかと思います。ね。その時のその人のお眼鏡にかなうかどうかなんですよ。いや、この人悟ってると思うとかね。それはもうその人のほぼ好き嫌いの世界にね、関わってくる。正直な話ね。だからあまりそういうことに厳密にこだわらない方がよろしいかと思われますよ。だから考え方、これはある段階ではそのように思えると思います。悟った人と悟らない人の違いは考え方であるということは、それはちょっと青いですね。僕から言わせてもらうとね。そういう答えを、やっぱ弟子ですわ、所詮。ね。青い。その答えは、ちょっとレベルが低いと思います。私の世界から言うとね。もちろんそれは私が言ってることが絶対基準じゃないです。私がこの人を低いと言ったからといって、それは宇宙レベルで、どんな人から見ても、真理として低いわけではないんです。だからこのお弟子さんのことを素晴らしいと思う人は僕の言うことを無視してくれたらいいわけですね。ただ、テラさんに聞くからにはよ、僕に聞くからにはそう答えるしかないという部分なんですね。この人はちょっと、お分かっていらっしゃらないなと。まだまだ、悟りというものに対する造形が浅いな、深くないなというふうに、考察できるわけですね。僕だったらそんな答えはしない。考え方なんていう、そんな浅い言葉は出てこない。もう究極には違わないということですね。悟った人と悟っていない人の違いなんていうのは宇宙レベルではない。そんなの鼻くそ程度の違いに過ぎないわ。つまり悟りというものが本当にこの宇宙にあるとして、それは我々が触れることができないほど高いところにあるものなんですよ。絶対とか、もうそういう一元とかワンネスに関わるもんであって、この世界次元に肉体を持ってね、私は田中何々米であると勘違いできている程度の存在、そういうね、仮の意識存在には手の届かないものなんですよ。それを、だから我々はリカちゃん人形か仮面ライダーの人形でごっこ遊びをしているようなものなんです。つまり悟りごっこをしていると言って差し支えないと思うんですね。本来我々が言っているところの悟りというものは、この世界で、この舞台で生きる中では、手が届かないものだと思うんですね。我々が多少何か高い意識世界を体験した、あるいはそれを得得したと思っても、それは我々の相対世界の中で、例えば空海って素晴らしいとか、日蓮って素晴らしいとかね、あるいはガンジーってすごいとか、マザーテレサって素晴らしいよねっていう程度のは、我々の相対世界の中ではそのランクっていうかね、あるけども、もっともっと大きな次元からすると、見地からすると、本当に50歩100歩鼻くそ程度の違いでしかないということなんですよね。だから我々がやってるのはごっこ遊びであると、正直なところね。それは真面目にやっておられる方、求道しておられる方には申し訳ない表現だけども、ごっこ遊びなんですよ。ただそのごっこ遊びにも意味があるんですね。この世界でやる以上。うん。だから、いくら大人がね、子供のごっこ遊びをバカにしたとしても、ね、ままごとで泥団子なんてね、食べれるわけじゃない。バカじゃないのって。
大人はバカにするかもしれないけども、子供にしたら本気も本気楽しいわけでしょ？その、ね。食べれないままごとがね。やっぱ子供にしたら面白いんです。だから、ほっとけって話ですよね。だから、この地球ゲームで、悟りだの、ね、高い次、高次元の意識だのっていうのは、確かに、意味ないけどもね。昔々のサンマの何かの番組だけど、意味ないじゃんっていうところですけども、でも、ほっとけって話なんですよね。私たちが、このね、宇宙の片隅であるこの地球っていうね、これまた片隅で、やっている営みっていうのは、ね、そらもっともっと大宇宙とかもっと宇宙意識とかにしたら本当にね、何やってんだっていうね、うん。その、どの個人も、ね、アリンコみたいな個人も大した違いはないけれども、でも我々側が、アリンコの側からしたら大した意味があるんです、そこにね。だから、誇りを持って我々は、皆さんが悟りに関心があるんだったらね、それをね、私がいくら、鼻くそ程度の違いだとか腐してもね、やったらいいんです。私がこんな文句言う程度でムカッとする程度だったらね、大したことないですよ。あなたのスピリチュアルね、の情熱なんてのはね、やめちまえ、そんなものってことですよ。私にちょっと言われた程度で、なんかこう、カチンと来たり、傷つく程度だったらね、あなたのその悟りの程度というかね、その求める程度っていうのはもう、その程度だってことですよ。ね。何言われたってね、やりなさいよ。おやりなさいっていうか。ね。うん。だから、私が、悟った人と悟っていない人の違いは何ですかと聞かれたら、悟ったと思う段階に、思える段階にいる人といない人の違いであって、その二つの間に大きな溝はないということです。一歩間違えるとあなたは、間違えるとって言ったら悪いことみたいですけどね。一歩間違えたらあなたは悟った側になり、一歩ちょっとで違ってたらあなたは普通の人生を歩んでいた。もうその間にね、もう本当にちょっととしかなく、そのね、絶妙な、運命の分岐っていうのは、本当に我々のコントロールの範囲外でね、あなたがどんな人生をたどるのか、ね、悟りというものに関わっていくのか、関わった後でね、私は悟ったという人になるのか、あるいは、まあ、私にはもういいやとなるのか、それは本当に人生死ぬまで生きてみないとわからない、いうことがあるわけでございますね。だから、考え方だって、そう、悟った人の考え方って大したことなかったりするし、で、その考え方っていうのがね、やっぱりこう、うん。やっぱり悟ってない人は劣っていて、悟ってる人は何か高度な考え方をしている、あるいは開けた考え方をしているっていうのが、そもそもの先民主義でね。そんなものないんですよ。それは自己啓発をうまく使ってね、私はこういう風なことを意識してね、こういう風なことを大事にして成功を掴んだっていうのとほぼ変わらないですよ。悟って幸せになったとかね、悟ってこういう考え方をするようになったってね、いうのは、ほんまレベルは変わらないです。ね。悟りというのは本来そうやって自分が何か人よりも秀でるための、ツールじゃないんですよ。何か人より自分が、優秀であったり、あるいは自分が何か一人も進んでいたりすることの要素に悟りがあるんじゃないんです。そうやったらもうクソですよ。ね。悟った人、悟らない人、悟った人が素晴らしくて悟っていない人がまだまだ頑張れっていうね。うん、そういう値打ちが違うっていうのはそもそもそこがおかしい。ね。本当に悟った人はそんなことを考えないと思います。ね。仮にいたとしてよ。仮にいたとしてそんなことは考えないと思います。考え方が違うんだよへへなんて言ってる以上はね、その人は悟りからね、もう何千キロも遠いですよ。バカじゃないのっていうか、はっきり言って。ね。弟子だかなんだか知んないけど、もちろんしっかりしやれと思いますよね。師匠の顔に泥を塗るでねえだっていうかね。いや、マスターゲートさんがどう答えるかは知らないよ。ね。まさか考え方なんて言わないと思います。と思いたいですよ。素晴らしい人だ、なんだらね。だったとしたらね。そんなことは言わないと思いたいですけどもね。考え方ってなさい説明あるかよ、悟りに関してよ。ねえ。それはもう言葉にできないものなんです。ね。小田和正かオフコースじゃないけど、言葉にできないなんですよね。言葉にできないんですよ。ね。したとしても陳腐になってしまう。ね。だから、そんな違いなんていうのは究極的にはない。ね、悟ったと思うんだったら、その悟ったことを大事にして、そら生きたらよろしいんじゃないっす？人を見下すことなくね。逆に悟ってない、と思うんだったらね。まあ、悟ってなかったってなんぼのもんやと、それが。ね。私で一生懸命生きててこれなんだから、ね。自分をもっと認めてあげよう。
ね、もっと今の自分を肯定してあげよう、褒めてあげよう、いたわってあげようと思って生きてほしいし、ね、うん。渡る世間に唾ペッペじゃない。あのね、もうね、悟りに唾ペッペしたらいいじゃないですか。悟りたいけど悟れない、ジレンマ、落ちてる人いたらね、もうそんなものから解放されなさいよ。ね。なんぼのもんか、そんな立ち違わない。ね。じゃあ、悟ったという人がみんな幸せな人生生きてんのか、あなたの目から見てよ。本人がどう思うかじゃない。あなたの目から見てです。ね。何この人悟ったって言ってるけど、なんか見る限りこんなやな、と。ね。いう風なので、諦めつけたらいいんじゃないですか、誰かそういうのを見て。そんな憧れなくていいと思いますよ。ね。考え方の視点なんていうのはね、その時々で持てるもんがもう決まってるんですよ。気分が良かったら心広くいける。皆さんも体験ないです。例えば今日の朝いいことがあった。息子が大学に受かった。あるいは自分が何か宝くじがね、まあある程度、それはもう億じゃなくてもね、まあ何十万ぐらい当たったとするじゃないですか。そしたらその日一日気分がいい。いつも怒りっぽいお母さんが今日は、あ、いいのよいいのよってね、なんかこう許してくれる。今日はお母さんなんか違う、ね。で、夕食はいつもケチる。ね。今月は何かね、家計がね、大変だとか言ってね。ちくわとか。ね。それこそ目指しとかが出てくるのに。ね。今日はなんかステーキが出てきた。ね。今日のママはなんか違う。ね。つまり、気分がいいと、やっぱりその人のできることっていうのが広がったり、その人のやることの可能性の幅が広がったりする。でも、その日嫌なことがあったら、到底ね、よっぽど人格のできた小公女セーラーみたいな人でもなければ、人に親切になんてする気起こらないです。その日最悪なことがあったらね、例えば交通事故を起こしてしまった。加害者になってしまった。ね、したらね、その日ブルーですよ。保険の等級も落ちてね。そしてその、ね、お見舞いにも行かないといけない。その人が、ああ、いてきてムチ打ちになったとか言ったら、その分の治療費を払わないといけない。ね。もうブルーですよ。ね。はあ、こんな、事故をなんで起こしちゃったんだろうって一日クサクサします。よっぽど精神の鍛錬のできた人じゃなければね。その日いくら映画見ても面白くないしね。芸人がね、面白いことを言うそういうエンタメ番組見たってね、なかなか笑えない。ね。つまり、もうその人の置かれた状況によって、その人が持てる視点とかいうのは限られてきたりするんです。それまで積み上げてきたもののおかげ、ね。によっては。だから、あなたと私の違いはね、悟った人と悟ってない人の違いはしてんだって言われたとしてもね、じゃあどうしようっていうのって話なんですよ。だって今私こうで生まれてからここまでこういう人生でね、そして今日の気分はこうだと。そういう中で視点とか言われたって考え方って言われたって、今できる考え方ってもう決まってるでしょうよって、この気分でね。この今の私の歩んできた状況、ね、これが前提としてある中で考えれる、見れる視点って決まってる。勝負ついてるもん。皆さん誤解しちゃダメですよ。今あなたは、これとこれどっちか選べると思ってるかもしれない。でももう勝負は決まってるんです。あなたは実は何を選ぶか決まってるんです。ね。さあ、選ぼうという演技をしているだけですよ。そういう風なものだと認識しているからあなたは選んだと思うだけで。実はもう決まっているんです。選ぶ前に悩んだとしたら、そう悩むことが決まっているんです。そう悩んだ果てにそれを選ぶことは決まってたんです。ただあなたは、それに自覚的になれないだけです。ね。だって、あまりにも全てのことが決まっているというね、そんな、むちゃくちゃなね、信じがたいものからは全く縁がなかったから。生まれてからずっと私たちは自分の未来は自分で切り開けるというふうに思ってきてるので、私の意見はね、愚か者のバカな、狂人の意見に感じると思いますが、決まってんすよ、勝負。全部。ね。もう、決まっているのにあなたは自分で選んだと思ってらっしゃるんです。もう今まで歩んできた人生のデータと、そして今日こういう環境にいる天気や、そして自分の今置かれている状況や心配事の数や、そして何かで起こった出来事を覚えていられる数、そしてそれがあなたの今の感情に及ぼす力学があなたの決断をもう初めから決めているんだけども、あなたの偽りの自我はそれが決まっていなくて自分が今から選べるというふうな仮想現実の中で生きていらっしゃる。うん、実はもう選択なんてのは決まってるわけですよ。本当に。選んでないんですよ、あなた何も。すべて今まであなたが見聞きしていたものの土台が全部、その瞬時瞬時にすべてを決めている。悩むことすら、葛藤することすら決めているんですよ。うん。まあまあ、これはまあ、今日のね、
質問してくださった方の、まあ、意見とは、まあ、ね、意見というか、その質問からは外れるかもしれませんがね。そういうことでございます。悟っている人と悟っていない人の違いに注目をして、自分は悟った側になろうなんて思っている次元であなたのケツは青い。その時点で、そのマスターゲートだかその弟子だか知らないけども青い。ね。うん。その違いがどうだということは、なんかどうでもよろしいですよ。うん。そんな次元にいちゃいけないんですよ。悟りを求めている人や、あるいは悟ったと名乗っているものがね、その違いはどうやらって説明する気になるレベルにいてはいけないということなんですね。はい。いうことでございます。はい。まあ、そんなことでいいですかね。はい。ちょっと待ってくださいね。ちょっとスピテレビ掲示板の方を見てみましょうかね。質問が一つなんか書いておりますな。覚醒するとは、頭の周波数がワンネスの世界に一致したと考えるのはちょっと違うのでしょうか？全然違います。はい。まずね、例えば、頭の周波数という言葉がここに出てますけども、そもそも頭の周波数って存在するのですかって話なんですよ。例えば私たちは物を考えますね。ね、今日何食べようとか、ね。いや、これは嫌だなとか、いろいろ物事を考えますが、私はね、他人の頭の中の、他人の心の中を知らないので、自分のことだけしか、参考にできないんですけども、多分ね、頭のこの辺で何か、ものを考えてる。この辺の舞台でね。あるいは自分の胸のあたりで何か思考が渦巻いてたり、とにかく自分の体のね、この皮の中に、で、何か、心というものがなんかぼやっとあってね、意識や魂というものがあって、その中で今考えてんだろうなっていうイメージを持ってないです。だから、頭の周波数、頭っていうのに思考があって、その思考が発している何か振動みたいなのが、まあ、それが、ワンネスという 何かしかと、まあ、その何か一致、ね、合致するっていうのはね、イメージ。わかんないよ。私想像するしかないからね、この方の言葉からね。うん。ちょっとというか全然違います。そもそもそういうものがあるという、頭というのが周波数を発しているということが、まず、意味不明でしょ？実際にそれは計測できるものなんですかね？だからそういうふうに、その人の何かの周波数というものが測れるっていう概念ね。あるいは、そういうものに意味があると捉える時点で、うん。つまり覚醒というものがね、ほらほら、これこれこうだから覚醒だと言えるじゃないですかというね、根拠を求めようとしている次元、で、もうおかしいと思いますし、あるいは、そうじゃなくてもよ。誰か他人がこの人が覚醒しているんだってことを証明するっていうかね、それを示すために、ほら、この人の頭の周波数はこうじゃないですかと。ね。これはワンネスと言われているものの何かと一致する。これ、えらい科学的な言葉出してますけども、検証しようがないでしょ。ワンネスの周波数ってわかるの？あなたっていうか。何それっていう。ね。一致するって何？ワンネスって意味わかってる？だから皆さん簡単にこの言葉使っちゃダメよ。知ったかぶりしちゃダメよ。ワンネスって口にしただけでアウトなのよ。だって、ワンネスと口にするということは何かの名前をつけるってことでしょ？ワンネスっていうのは何もないんです。1なんです。つまり2や3がある1じゃなくって、分離がないので、自他を認識できないし、つまり名前というものが存在できないんです。自分だけだからね。名前というものはなぜつくかというと、区別するためですよ。つまり2以上がある現実世界や相対世界の中で、ワンネスという言葉が意味があるんです。うん。あえて、本当はワンネスっていう名前すらないんだけども、あえて我々がこの次元でものを考えたりするのに、しょうがないから、本来名前をつけれないもの、本来分離がないものに関してワンネスという名前をつけちゃってますけど、それ自体おかしいんですよ、流儀が。だから、うん、それと何かが一致して、ワンネスが別なのかよ、あんたっていうかね。ワンネスの中にあんた取り込まれてるんでしょうよ、と。
つまりそれが分かることが悟りなんでしょう。なのになぜあなたの頭の周波数とそれが一致する。ね。なんで別で存在できる。なんちゅうのかな。だから肉体を持っている以上は悟りなんて、本当の悟りなんてないっていうのが私の持論なんですね。だから悟りごっこはできます。つまり、完璧には無理だけども、そのに近い部分まで我々は自分を高めることができると思います、もちろん。ただ、それは完全ではないの。うん。でも私の意見では完全までいかないと本当の悟りとは言えない。だから我々は永遠に本当の意味で悟ることはないのですよ。わかりますかね。でもそれ言ったら、ちょっとね、頭固すぎというか、ちょっとね、厳しすぎるので、だから釈迦やね、キリストがまあある程度悟ったと言われる部分を、まあ本当の悟りとしちゃっていいでしょう。それすら完璧でないんです。肉体を持った以上はね。ただ釈迦がなんか下脱を本当にしているならば、その下脱した後は本当の悟りだと言えるでしょうけども、肉体を持ってこの世界に存在していると時にいくら悟ったと言っても、それは完璧な完璧ではないと。その、ちょっと穴が開いた、数ミリ開いた下までは行ける可能性がある。もちろん可能性としてだけですね。だから、ワンネスっていうのは、本当に悟ったらもう言えなくなるんですよ。そんな言った途端にアホらしくなるっていうかね、言葉で言うことに何の意味も見出さなくなるっていうかね、そんなことをしてまで語らワネスをね、わざわざ人に語らないといけないことがめんどくさくなってくるっていうかね、そんなこともういいじゃんっていうか、ね、本当に悟りが深まると、ワンネスなんてものを人に伝えようとすることがどんだけ無駄かっていうことがわかるんですよ。ね。ね、例えば、うん。北国に住んでいる人がね、例えばストーブってありがたいんだと。ね。もうこれがないと生きていけないと。ね。寒すぎて生きていけない。でも南国の人にね、いくらストーブの素晴らしさを説明したところに必要がないじゃないですか。南国では暖房なんていらないからね。もう当たり前に暖かいから、別に暖かくするものなんていらないわけですよ。だから価値がわからない。いくら北国の人にストーブって素晴らしいよって言われても、何の役に立つのそんなもん。暑いだけじゃんっていうかね。それと似てて、いくらワンネスを垣間見た人が、まあその伝えようとしても、さあ面白がられるかもしれないよ。人気が出て、その人の言うことがちょっと普通と違うと。ね。面白いと言われて人気が出るかもしれないけども、所詮その程度です。本当の弟子になんてなり得ない。それは僕が痛感しました。ね。この4年間私は良かれと思ってね。まあその寺さんって言ね、聞かれるので、いろんな質問に答え、ね。悟りってどんなものでしょうかとか。ね、まあいろいろ聞かれたので、それに関して私なりに本も出したし、ブログも書きましたけども、結局それらは、ほとんどが無駄になった。まあでもこうやってね、今でも、私の人気に関係なく、番組を見てくださったりする人がいるので、そういう点では、無駄になっていないと思いますけれどもね。でも結局やっぱり伝わってなかったしね、結局人気に左右されるものだったんだなと、ね、私への好意や、ね、なんやかはね、結局、売れてるか売れてないかとか、みんなが注目してるかしてないかとかね。うん。まあ、そういうところにね、まあ、結局根っこがあったんじゃないかというふうにね、思えばね、本当に、なんだかなって思いますよね。だから、そんなのどうやって確認するんですかね。だから私の実感としては少なくとも何かの周波数と自分の頭の中の振動数が一致してるって、そういうイメージは全くないですし、つまり周波数ということ自体がそもそも相対概念なので、うん。だから覚醒するしないっていうことを分けるのが意味がないとさっき申し上げましたね、私が。そういうことを意識することほど悟りから遠いと。私悟ったあんたまだとかね。もうそういう次元で悟りを考える。悟った人と悟ってない人というところに着目できる意識次元ほど悟りから遠いので、つまりこの状態がね、この周波数の状態が悟りに近いんだという議論こそが悟りを遠ざけると、私は言いたいわけですよ。つまり、本当に覚醒に近いという状態は、悟りが何かとかね、あの人は悟ってないとか、自分がじゃあそうじゃない状態にあるかということを一切考えていない状態であると、いうふうに皮肉な話申し上げてよろしいかなと思うんですね。つまり、そのもの自体はそれ以上意識することができないんです。
ね。悟っていたら自分は悟っているぞなんていうね、その自覚をあまり持つこと、ね、持ち続けることができない。人から質問されたときに、ああああってね、その人のためを思って考えてあげることはできるけども、普段におきましては、自分が、俺悟ってるってんなとか、俺悟ってんねんなとかね、さあ俺は悟ってるし、その観点から何か考えてやろうかしらなんてね、いちいちそんなことを考えない。ね。その本当に悟ったその人は自分が悟っている状態にあるなんていうことを滅多に意識することはない。人から質問されたり、お弟子さんから何か聞かれるときだけ、何か、ああああと言って、まあ、さりげなく、まあ、なんか答えるというような感じじゃないですかね。うん。つまり、そういうことをガタガタ抜かす人ほど悟りから遠い。ね。悟りとは何かという定義に関して躍起になる人や、そういうことばっかり考えてる人ほど、実は遠のいているんでなかろうかと。ね。自然体が一番だということなんですよね。だから、うん、さっきのね、マックス・ターゲットさんじゃないけどね、そういう悟ったと言われる人に群れて、ね、教えをこうって集団を作ることはね、せっかく暇なんですから、この世界にいて。まあ、何かしらあなたが打ち込めるものっていうかね、尊敬できる人のそばにいて、学ぶを続けるっていうのはいいことです。それ自体は、いいことだと思いますが、ただそれが本質であるとかね、それが悟りの近道であるとかね、一番いいやり方であるかと問われたらそうではないと思います。もう好き好きだとしか申し上げようがありません。ね。悟った人のそばに行くと悟る確率が高くなるとか言う人いますけども、全く私は根拠のないデマだと思っています。な、やってみれねえ。たとえね、ああ、なったっていう人がいても、それは多分にプラシーボ効果っていうかね。うん。悟っている人のそばに行くと悟れる可能性が高まるっていうことを聞いてね。その人が無意識のうちに自分をごまかして、ね。自分がさ、ああ、本当にそうなったと思っても、だってほら、自分を許せるでしょ？だって悟る人のそばに行くと悟りやすくなるっていう話を聞いたんだから。じゃあ自分が悟ってもおかしくないじゃんっていう無意識の操作が悪気なくあなたを悟った気にさせることもあるかもしれない。ね。あなた無意識のうちに自分が偽ってるってことを封印するかもしれない。ね。で、自分の意識の 99% は私が悟ったと本気で思っててね。微塵もその 0.1% は表に出てこないっていう状況があるかもしれないです。ね。完璧に自分を騙せている状態。ね。そういう悟り人も多いんじゃないですか？もしかしたらね、嫌なことを言うようですけどね。うん。まあ、完璧ってものはないんだからね。うん、仕方のない世界ではあるのですけれどもね。だから、まあ、悟りってのはこういう状態だとかね。こういう状態のことを言うとか、ね。こういうことで証明できる、計測できるとかいうことが僕は大嫌いです。ね。もうどうでもいいじゃないですか。そうでないとあなたが悟ったということを証明できないのかと。うん。なんでそこまでして悟ったということを証明したいのかと。あなたは立派だと人に思われたいのかと。ね。悟りというものはあなたの一つのステータスですかと。一つの何かのツールですか、あるいは身分、役職名ですかと。ね。それであなた得をするというのですかということですよ。ね。その悟ったということの確信や、そう悟った人であるということの証明を得てあなたは何をしたいんですかと。ね。有名になりたいんですか、お金を儲けをしたいんですか、本を出したいんですか、チヤホヤされたいんですか。ね。そうどれでもないんだったらなぜあなたはそのことを証明したいんですか。本当に自分を見つめたことがありますかと問いたい。ね。うん、だちょっとどころか大幅に違うということは申し上げますね。はい。周波数なんて一昨日来やがれ、なんぼのもんじゃいってことですよ。それと悟りが関係あるとするならば、悟りって随分舐められたものですねって話なんですよ。はい。よろしいですかね。まあ、そんなことなんでございますわよ。ね。はい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 。ではですね、まあ、これで1時間ぐらいなもんですかね。まあ、あとはちょっとね、私からの、まあ、年末メッセージでもしてね、終わっていこうかなと思いますがね。出川哲朗という人がいます。いきなりですけどね。お笑い芸人、ね、ですよね。一昔前は、キモい芸人と言われたんですね。この出川さんという方はね。抱かれたくない芸能人ナンバーワンというのに輝きまして、その昔ね。一番抱かれたい芸能人がキムタクだったわけですよね、当時。でもそれが随分年月経ちまして、今、立場が逆転しつつあるんですね。
スマップの、あの、解散騒動というかね、あの、まあ、いろんな問題がありまして、キムタクの評価が今下がっているというかね、キムタクの好感度がちょっとまあ落ちているっていう状態があってね、今や、そう、大昔の抱かれたい男ナンバーワンの方が、と、ね、大昔の抱かれたくない男の、あの、人気が逆転しているという現象があるらしいんですわ。ね。一昔前は、もうあの、会うだけでキモッとか言われてね、女性に逃げられていた出川さんがね、今や尊敬されている。ね。人気が出て、そのキモさが逆に、なんかこう、尊敬を集めているっていうかね。あの、ブレない姿勢とか、その出川さんの人柄とかね。そういうところで、あの、かつての抱かれたくない男、嫌われ者の王者から、今や好感度が高い芸人になって、もう引っ張りだこだそうですね。はい。そういう出川哲朗さんっていう、あの、芸人さんがいらっしゃるのでございますけどもね。彼は、まあ、その今ね、人気がこう、急上昇している、ね。その状況に関しては感謝しているそうなんです。ありがたい話ですよね、と。ただ、ありがたいとは思いながらも複雑な思いもそこにはあるようなんです。ね。彼が何かインタビュー記事で言ってたことによりますとね、世間って勝手だなと思ったそうなんですよ。ね。出川さん自身は、そのね、嫌われている時代からね、何も変わっていない。俺自身は何かやることを変えたわけではないとずっと貫いていると自分のやっていることは同じことをやっている。何ら工夫したり、人気、ね、嫌われているから、ね、肝男だと言われているからこうしてやろうとかね、何か寄付したわけじゃなく、そのキャラをずっと貫いてきている。何もか変えたわけではないのに、世間の評価だけがなんか、あれよあれよという間に変わっていったと。ね。そういう中で、出川さんはこれ批判覚悟というかね、本当の気持ちだ、正直な気持ちだから、感謝はありつつも言った話だと思うんですけど、世間って勝手だなって言ったそうなんですね。うん。これが、出川さんの、正直な感想。世間って勝手。私は、今ここにね、寺としての人気がなくなってもですね、そんなことに関係なく、こうやって見てくださっている方はね、まあ、別だと思いますけれどもね、本当に世間って勝手です。もう今だから言えます。私も、やっぱりね、まあ、覚醒したの何のっていう看板を出したとしてもね、やっぱこう、青かったなと。やっぱその時はね、いろんな人に担ぎ出されてね、まあ、寺さんと言ってもらってね、まあ、調子に乗った部分があるかもしれませんよ。今から思うとね。まあ、確かに私は嘘がつけないし、ね、自分を偽ったことはないとは胸を張って言えますけども、ただ、調子に乗らなかったかと言われたら乗ったかもしれない。いや、そこはね。うん。だからそういうところでね、やっぱりこう、私の本当の評価ってなんだろうって考えたわけですよ。寺さんって言われた頃の、あの時の自分が本当の評価なのか、それとも、まあ、人気がね、とりあえず、まあ、うん、なくなって、うん。こういう風に、月に一回、スピリチュアルテレビを通して、ね、見てくださっている、まあ、ある程度のね、少しの数の方と、こうして今もコンタクトね、関係性を持っている状態ね、今の状態が本当の世間の評価なのかね。多く見向きされなくなった私が、価値が、まあ、正味、その価値なのかと考えたときにですね。やっぱり今思いますことは、関係ないんだなってことなんですよ。世間というのは勝手です。ね。本当にそういうものの評価というのは相対的であり、熱狂的なものであり、熱病のようなものでありね、一目惚れのようなものであると。ね。恋愛、まあほぼ熱病だとか言うじゃないですかね。あの時はなぜあんなにあの人のこと好きになったんだろうかとね、落ち着いてから考えた時にね、なんで私はあの人にあそこまでこだわったんだろうってね、そういうとこ体験ってないですかね。時間を置いて冷静に考えてみたら、あの頃のねことが理解できないというかね、なんであんなにっていうね、うん。だから一種熱病、病気のようなところもあるんですよね。その何かを好きになるとか、何かにね、熱狂するとか、何かをガーン、バーンってハマるっていうね、そういう体験。うん。皆さん、都市春という、芥川龍之介の小説ね、覚えてますかね？私何度も、この番組で紹介してきたってね、例え話に何度も挙げてるやつなんですけどもね、都市春は、まあ、ね、ある時、中国のね、
ある洛陽という、町の片隅でね、乞食をして、ね、ボロボロな身なりで座ってたわけです。そしたら、そこにね、あるおじいさんがやってきましてね、お前はなぜここで朝から晩までね、立っているんじゃと、座っているんじゃと、問うたらね、いえ、私はね、もう親もね、仕事も何もかもなくしましてね、うん。することもなくね、こうやってずっと一日ね、どうしたものかと立っているのですと、言ったところ、そのね、おじいさんは、実は仙人なんですけどもね、そうだったらね、ここからまっすぐ行ったところの、木の根元を掘ってみたら、掘ってみなされと、ね、いうふうに言うわけです。そして、トシシュンが言われた通り、その木の根元を掘ってみたら、大判小判がザクザクっていうかね、ものすごいお金がそこに埋まってたわけです。そして、そのお金を見て、友達が寄ってきてですね、もうトシシュン、トシシュンとこう、もうみんな何ちゅうのかな、親しくしてくれてね、もう飲めや歌えや、ね、大きな家を建て、ね、毎日毎日美味しいものを食べてね、たくさんの人に囲まれて暮らすわけですけども。でもそのお金が3年ぐらいしてなくなるんです。そしたら、友達もゼロになってですね、誰もトシシュンのことを見向きもしなくなって、また、洛陽の都のね、片隅で、また同じよ、ボロボロの身なりでですね、また立ってるわけです。そしてまたその時におじいさんがやってきて、お前は何やってるんだと。いや、おじいさん、あの時お金いただきましたけども、3年して亡くなってね、こうして友達もね、また亡くなりました。ね、どうしたものかと、また立っているわけでございますと言ったらね、じゃあ、もう一度ね、あの木の根元を掘ってみなされと、ね、言われて、トシシュンがもう一遍掘ったら、また、大金が出てきて、同じことやるんですね。トシシュンは懲りずに。また、飲み屋歌屋の、大盤振る舞いをして。で、そしてまたみんな寄ってくる。ね。トシシュン、トシシュンとみんな寄ってくる。ね。でもまた3年ほどしてお金がなくなる。そしてまたトシシュンは宮町の片隅でまた立っている。ね。こんなことを繰り返すわけです。2、3回ね。トシシュンは。で、3回目の正直で。ね。3度目にまた、仙人がやってきてね。だったらね、お前木の根元を掘れって言いかけたところで止める。ちょっと待った。もういいです。ね。もうね、私はもう懲りましたと。ね。お金というものに意味がないこと。ね。そんなことでね、裕福になったとしてもね、人生に何の価値もないことがよくわかりましたと。ね。もういいですと。私は仙人になりたいんですと、その年神は言うんですね。おじいさんに。ね。山、ね、ガビ山っていう山のてっぺんにはね、世の中のそういうお金とか欲望とかから解き放たれてね、仏とのね、ほと、通じ、ね、本当に悟りを開きね、心の平安を保った仙人という存在がいると聞いていますと。私は、その仙人になりたいのですと、どうか、ね、弟子にしてくださいませんかと。あなたを仙人とお見受けしますというふうに、こう、トシシュンは言うわけですよね。そしたら、その仙人は、そうかと、いうふうにして、なんとか断るんですけどもね、あまりにもトシシュンが熱心なので、まあ、仙人は、ある、ね、ことを、トシシュンに、こう、まあ、課題として課すわけですけどもね。まあ、そこから、あと、話がまた展開していくわけなんですけど。だから、私がね、一時期、やはり、賢者寺として、まあ、この世から出たっていうのは、やっぱ、トシシュンの世界でいうね、やっぱ、お金があって、ね、いろんな人がそれに、チヤホヤして来てくれた状態じゃないかなと思ってるんですね。すごく、その時して、ね、の人には失礼に当たるかもしれないけども、でもそうですよ、やっぱり。ね。やっぱり、雲国際さんがね、まあ、そういう方が、私、こんな人いるよと、この人の言うこと面白いよって宣伝してくれて、それでまあ、火がついて、私がね、多少なりとも名前が知られる存在になったわけですけどもね。やっぱそれがあったからですよ。正直な話ね。ぶっちゃけ言うとそうですよ。私自身というよりは、何かその意向があって、で、私、そこを見てくれた。そこで私をこう、高く評価してくれた人が非常に多かったわけでございますよね。だからそれがなくなった途端、メッキが剥がれたわけですよね。本当に私が好きだったのか、本当に私の言うことを、受け止めたかどうかっていうところのメッキが、その方の後ろ盾がね、だんだんなくなっていく。ね、その人とのコラボや、ね、提携がなくなっていくにつれ、やっぱ私の人気というものの正体が、まあだんだん現れていく形になったわけでね。でも私としてはサバサバしたもので、それで良かったわけですよ。
だってね、それは嘘偽らざる私の姿だったわけですからね。別にそれでね、どうかよろしくお願いいたしますなんて言ってね、いろんな有名な方やね、に頭下げてコラボしてもらったりね、それで自分の人気をこう保ったり、あるいは自分が売れる道というのかな。それはこの世界で生き続けられる道を模索する。なんとか必死になってね。そうまでする意味を私は見出すことができなかったので。もうその流れに任せたわけです。人気なくなるならばね、それでいいと。なるならばなれと。言って、こう今の私があるわけなんですけどもね。だから、本当の私の評価っていうのは何かって思ったときに、その時の人気があるなしや、そう世間の評価ではなくて、都市衆がそう思ったようにね、ああ、もうこんなね、お金があるやなしやで離れていく人、近くついていく人なんてもう、そんな幸せなんてどうでもいいことだったんだと懲りて気づくわけですね。結局は都市衆は自分で自分を肯定できたいと思ったんですね。お金がある自分が肯定できるってことは、お金がなくなったら肯定できない。友達がたくさんいる自分は立派な人間だと思いたいんだったらね、友達が何かのことでいなくなった時にその人の自己評価っていうのは取り上げられちゃいしまうわけでしょ。結局、何かに依存しない価値っていうのは持ちたかったわけなんです、都市春はね。だから、結局友達でもない、お金でもない、自分が自分で素晴らしいと思えるためには千人になることを選んだんですね。つまり自分の内面に価値がある。自分っていうものは価値がある人間だと思いたいっていうことが、千人を目指そうとしたそのね、一つの動機。つまり何かに頼らないで自分を高めたい。ね。だから今私は、確かに人気がありません。ね。世間に露出していないし、お金も稼いでいません。それでも私は、自分を自分と認められるし、ね。今この小さな幸せ、働きながら子供が元気でね、まあなんとかやっていけてる笑いもある。ね。楽しみもある。小さなささやかな楽しみもあるっていう中で、自分はね、いくら賢者寺としては成功ね、世間的な成功しなかったかもしれないけども、自分を認めれてるし、ね、何の、まあ、もちろん日々の心配あるよ、いろいろね、子供が怪我しないかとかね、病気しないかとか、ね、私の仕事がね、うまくいくかいかないかとかね、まあ、多少の懸念はありますよ、もちろん、生きている以上ね。ただ、それを補ってあまりあるものが、やはりあるということなんですね。だから生きていくことができるんです。そのバランスを失った時に人は自殺をしたり、やっぱ生きることにね、望みを、希望を持てなかったりするようになってしまうわけなんです。だから結局、他の評価じゃないんですよ。もちろん、最低限食っていけないとね、何にもなりませんけどもね。最終的に、私が必要としたものは、賢者寺として世間から評価され続けることではなくして、やはり、自分が自分で、自分らしくあれる。ね。牧原の歌じゃないけどね、僕が僕らしくあるためにですよ。ね。好きなものは好きとね、言える気持ち大切にしたいわけでしょ。結局そこなのですよ。だから、人気者になるという体験を得てね、そういう世間に華々しくデビューするという体験をさせてもらって、結局戻ってきたところは、それを維持し続け死ぬまで、人々の中で目立ち続けて、名声を得続けて、立派に死ぬ道ではなくて、まあそれがあればあったでいいのですよ。それいらないってわけじゃない。それ捨てるって話じゃないんですけどもね。それが遠のいたら遠のいたでね、そういうことが自然なシナリオになったらなったで、それにしがみつかないで、結局は外の評価や自分の立場など関係ない、自分の内面における安らぎですよね。安らぎっていうのは何も問題がないっていう中で持てるものじゃなくてね、忙しい中でも、状況がね、どんな大変な中でも、自分との人生なんだな、これがというふうな、なんちゅうのかな、諦めとはまた違うんですけれどもね、それはそれとして、ね、落ち着きを持って、それを受け入れられる境地。まあ、それこそが、皆さんが追い求める悟りというものの片鱗じゃないかと、全部じゃなくないとしてもよ。ね、決して何かものすごい視点を持ったり、決して何かスーパーパワー的なね、スーパーマン的に苦痛をかわし、幸せをゲットしてね、もうなんかもうキンキラキンのね、人っていうかね、うん、こんな人になりたいわ、というようなね、そういう人物像ではなくして、ね、些細な幸せであったとしても、その人がどんなに癖のある人であったとしても、その自分を喜んでいけるようなね、うん。それができたら、何か仰々しい悟りなんていうものは、果たして必要ないんじゃないかと。ね、そういう議論や、そういうものをね、必死に苦行してよ、瞑想して、もう勉強してね、お金払って、
追い求めるものなのかというと、そうしたい人はいいよ。それがまさに生きがいであり、そういう時に生きてるっていう実感が持てるっていう人はやったらいいんですが、何もそうしないと悟れないとかね、いう話ではない。そのやり方があなたに向いているかどうかということだけなんですよ、大事なところは。はい。だから、私はもう今自分がね、フルタイムで仕事をしつつ、たまの休みにね、休みをゆっくりしつつね、子供と遊びながらね、自分のしたい、ね、ゲームもちょっとしたりしながら、ね、家族が元気である幸せを噛み締める、ね、辛いことももちろんあるけれども、ね、それでもなんとか生きていこうと思っていける。それこそが今大事なんであってね。そりゃもしかしたら近い将来ね、この世の中にいろんなことが起こっていく中で崩れ去るかもしれないよ、もろくもね。ただそれがなくなったとしてもそれはそれであって。私はこの、ね、与えられたね、自分ではコントロールしきれないストーリーの中で、どんな結末をね、迎えるのかを見ていくんだという、覚悟というか。まあその辺のね、まあ、肝の座り方というかね。それができたならば、もうそれ以上何も、余分なものはね、無理に求めなくてもいいんではなかろうかということをね、最近には思うわけですよ。悟ったって言ったってね、あなた、その悟人に子供がいたとしてね、その人が惨殺されたらその人の悟りなんてどうなるか知らないよ。ね。まあだから、あえてね、そこ突っ込まれないために、悟り人というのはね、子供を持たなかったり、家を持たなかったり、財産を持たなかったりしたわけです。それはね、防衛のためでもあるんですよ。自己防衛。何かあった時に、化けの皮が剥がれるから、ね、悟った人はね、つまり何かに依存しないので、かっこって、かっこつけたりね、かっこつけてね、家持たない、財産持たないってかっこつけるけども、それはね、ある意味、今日、怖さの裏返しでもあるんですよ。そういうものを持った時にね、それを失った時にね、馬脚を表したら怖いっていうところのね、後ろめたさ、なんちゅうかな。だから、そういう、うん、悟り人は、賢者は、聖人と呼ばれる人は、家いらない、財産いらない、ね、女子供、ね、異性いらない、子供持たない、ね。それは何も立派なんじゃなくて、悟りの境地にいるからというよりは、うん、その悟りがね、偽物だった、あるいはそれが限界のあるものだったということが現れないように、防衛したんじゃないかとさえ言えるんですよね。そういうものを持たないということは。本当に心から持ちたくないというよりは、そうでもしないと保ってられないという部分、ね、あるんじゃないかと思うんですよね。だから私は険しい道を行ったんです、ある意味。ね、奥さん持ちながら、子供持ちながらね、お金も欲しいという中で悟りを語るっていうのは、本当に危なっかしいのはあるんです、もちろん。ね。いつ私が何か問題を起こしたりねして、この人悟ったって一時期言ってたくせにこんな事件起こしやがったとかね、こんな不祥事起こしたとかね。うん。その可能性を背負って生きるのが世俗のね、普通の人の欲望を持ちながらよ。普通の人の生き方を選択しながら、なおかつ悟ったという看板をかける人間の辛さであり、道の険しさなんですよ。ね。まあ、悟りというものはお気楽でいいんだと。ね。そんな修行してね。頭反って、ね、厳しい仏門や何らかね、集団に入って、本当に世の中の欲望を捨ててっていうのは古いんだと、今やね。もう今や普通に生きてね、普通に食事も、恋愛も楽しんでね、それでもう悟りを求めれるんだというような、まあちょっとこう、カジュアルな雰囲気になってきましたけどもね。私、それは確かに一石を投じたとは思いますよ、悟りの世界にね。硬すぎると、ね。ちょっと厳しすぎると、悟りとはそんな硬いものではないということに一石を投じた意味はあると思います。ただ、投じすぎて軽くなりすぎた弊害はあると思います。皆さん、もうちょっとちゃんと考えたらっていう部分ね。そんな過去の偽人聖人たちがよ、本当に命をかけて求めたものがね、そんなカジュアルにね、ハンバーガー片手に求められますかってんだって。うん。そんなちょっと瞑想した程度でね、ちょっとスピンのね、講演会に行って、何かワークショップした程度でね、悟れるなんてあんた、条件甘すぎませんかと。軽く見すぎてませんかっていうのはあります。いくらカジュアルでいいとは言ったってね、もっと一般の人の垣根がね、低くなる非人間の教えにしてもね、ね、そんな敷居の高いもんではいけないと。ね、もっともっといろんな人がアクセスできるような、もっと日常的に、ね、触れれるものであってほしいという願いがあると思います。スピリチュアルやってる側からしたらね。もっともっと皆さんに慣れ親しんでもらいたい。そんなね、怖いもんでないし、
そんな手の届かないものではないんだよってことをアピールしたいかもしれないです。でも残念ながら、そこには、ある明確な一線が引かれるべきなんですよ。でないと収集つかないですもん。カジュアルにしすぎて馬鹿にされますよ、スピリチュアル。え、私とあなたいないんだって、あはは、っていうのはね。だからその程度の認識で馬鹿にされたりするんですよ。こいつ馬鹿じゃねえってなる。え、私はいない。この世界は夢だって。ね。本当は、何も分離ってないんだってって。ね。それが一体何の役に立つのっていうね。だからその次元で茶化されちゃうんですよ。やっぱそこには明確に、その、合にラバー合にしたかいで、非人間を理解するには、それに必要なベースっているんですよ。それをね、さあいらっしゃいいらっしゃいって言ってね、さあお休みだよって言ってやっちゃったから、ちょっと、軽く見られたりね、ちょっと変な上げ足を取られるようになってしまったわけなんですよ。うん。だから、スピリチュアルや悟りの世界のカジュアル化っていうのは、歓迎できる向きとやっぱりやりすぎちゃったかなっていう部分とかね、やっぱあるような気がする。うん。だから今日ね、まあ私のね、年末最後のメッセージとしてはね、結局ね、悟りということを通していてあなたは何をしたいのかと。ね。悟った自分ということを前面に出して、例えば活動していきたいのか。名声を得たいのかと。人とは違うっていう部分でね、自分は悟れたっていう部分で何か優越感を得たいのかと。まあ、うん。一体何がしたいんだっていうことを突き詰めて、そのしたいんだっていうことを質を問うてほしいんですよ。ね。それが何か目的のあることだとするならば、目的を持っているという時点で、あなたは残念ながら悟りとは逆行しているという皮肉を発見してほしいんですよね。つまり、周波数で違うとか、ね。私はこの凡人とはね、考え方が違うんだと、こういう視点を持てるんだっていうところで、何か人との差別化がね、そこで発見できたり、そこがクローズアップされるとするならば、その人の意識状態というのはさして高くないと思われるわけですよね。本当の悟り人は、そういう差異を気にしないっていうか、そういうことに無自覚でいられるっていうところが本物なんですよ。いや、あなた悟ってないでしょとかね。そういうことを日常的に裁く、そういう思考が湧いてこない。だから私は今日ね、質問者さんに、そういう質問されたから、そういう質問に答えるために考えましたよ。ね。例えばこの、マスターゲートのこの弟子さんは浅いとか言いました。でもそれは、私がね、普段から湧いてくる思考じゃないんですよ。周りを見てね、あ、こいつ思考浅いなとか思わない。これについてはどうですかと振られたので、私は初めてそのことについて考えたのです。だから、常日頃からいろんな人を見て、こいつは自分の達した基準からしてどうだななんて思わないですよ、もうミジンコも頭の中に湧いてこないです。聞かれたから、それに答えようとして今初めて思い立ったんです。そしてまたこの番組の後、私はそのことを忘れると思います。ね。また、何も考えない、日々にまた埋没していくと思います。スピリチュアルテレビ、次ね、次回の放送日が来て、質問される時まではまた、この人が悟ってるやら悟ってないやら考え、一切考えないと思います。それこそが、完璧ではないにしても近い。うん。もう、あえて、おままごとの世界で言うならば、おままごとの世界の悟りはそういうものだということなんですね。本完璧には程遠くとしてもよ。そこにさえ至らなかったらお話にもならないってことなんですよ。ね。悟ったや悟ってないやということを軸にしてものを考えているレベルでは、残念ながら遠い。ね。本当になっちゃったら、皮肉な話なんですけどね。逆に悟り悟るって言ってたのが、逆にどうでもよくなるのが悟りなんですよね。それはどうでもいいということが分かるのが悟りであり。ね。つまり、まあそういうことについてもう考えなくなる。ね。それなんだから、もう無自覚になるっていうのかな。うん。つまり自分がそれでないからいろいろそれについて考えたりできるんであって、自分がそれになってしまった瞬間にもう考えるということがなくなる。それについて考える必要がなくなる。だってそれなんですからもう。私たちは例えば、ね、風について考えるかもしれません。風ってなんだろうとかね。空気が動いて、吹いて、ね。あ、その現象が風かとかね。台風ってなんだろう。ね。低気圧でとか。ね、ものすごい、こう、外側はね、もう激しい空気の動きをしていて、真ん中は静かとかね。自分がそれでないものに対して、いろいろ我々は外野から考察というものをします。これは何だろうと考えます。
ただし、その台風であるとか風であるとか、ね、その本人って大変ですけどね、そのもの自体は自分が何かとは考えていないと思います。だってそれなんですから。それ以外のものでありえないので、いちいち自分が何者かということを考えることはない。つまり、悟りにいらば、その世界にいらば、悟った状態がどういう状態で、今自分がその状態にいるのかどうかとかいうことを、そんなことをね、まあ、いちいち考えなくなるというのが本当のところだと思います。だから、悟りについて語ってくださいと言われたときに、本当に頑張って答えることになります。自然に、ああ、それはね、ってベラ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 と、言葉にできるとしたら、そこには嘘があるかもしれません。本当に大変です。だって主観でしかないし、そもそも語る必要を感じないので、ね。だってそれはな、言葉にできないものです。しても意味のないものですし、対して価値のないものなんですから、悟っちゃった人にしたらね。さあ、悟ってない人にしたら悟りって素晴らしかろうなと、さぞかし価値のあるものだろうなと思って追い求める価値になるかもしれないけども、それを持ってしまったものにしたら何ほどのものでもない。ね。タイムボカンというアニメでね。例えば、ドクロストーン、命のもととかね。あるいは、何ですかね。なんかいろいろね、そのお宝を求めるんですけども、最終回でいざそのお宝を手にして見てみると、それが実に大したものでないということがわかるっていうかね。実は、うん。なんだこれっていう程度のものだったっていうかね。実際、それをゲットしてみるとね。それに似た皮肉もあるわけですよ。うん。だから手にしてみると、それは皆さんが目くじらを立ててね、色めきたって求めるほどのものではなかったということに、まあ気づくので、だから皆さんそこまでももう必死にならないでください。意識が開けるとか覚醒とかいう言葉に憧れをあまり持ちすぎない方がいいですよ。やけどしますっていう程度のことは言えるかなと。うん。だからもうね、今いろんな旅のね、遍歴、人生遍歴を得てきて、今私から言えることは、人気とかね、本当に有名になることとか、それは憧れる人はね、いると思います。若い人とか、ね。そうなってみたいなって、夢見る人はいるかもしれません。ね。でもね、それって本当に、一時の熱病のようなものでね、お互い、やっぱり打って出る方も、それを熱狂的に受け入れる大衆の側も二人、双方ともが熱病に浮かされた状態だと思うんですね。やっぱそこから落ち着く時期というのが人によって様々ですけども来る。その時こそが本来の自分の価値に目覚める時です。都市春のように、ね、お金を持って人がチヤホヤしてくれてる時には自分の価値ってわからないんですよ、本当には。ね。自分の価値ってお金を持ってることなんだとか、こうやって友達が多いことなんだって思うんだけども、お金がなくなってみると、友達がいなくなってみると、ね、本当に丸裸になる。今まで、そのね、やっぱ人のふんどしで、相撲を取ってた。お金があるからということで自分が価値ある人間だと思えていた。ね、友達が多いから、ね、こういう社会的立場があるからということで、自分は人より立派な人間だと、マシな人間だと思えていたものが全てなくなってみて、初めて、自分の価値って何だろうって思う。で、トシシュンは、それが懲りてみて初めて、自分が自分でいいと思える。つまりお金が持っているからとか、ね、人気があるからとか、友達がいっぱいいるからとかいうことに、ああ、俺って価値があるなと思わせてもらうんじゃなくって、そういうこととは関係なく、自分が自分で素晴らしい、素敵だと、まあ、素敵だとまでは思えなくてもね、自分の顔が出川みたいでもね、自分として生きることが気に入っているというところを持ちたいわけですよ。結局それを持つために人はもがくんです。そのためまでの経緯の中で人々は間違いを犯すんです。人から人気のあることや名声を得ることが何か一つその自分自身が自己実現をしたということがなるというね、一つのそういう夢を持てる時代があるんです。もちろんそれが最後まで持続する人も稀にいるでしょう。ね、シナリオによっては。ただみんながみんなそうできるわけではないときに、じゃあ最後まで残った人が人間的に価値があって、どこかで、失速した人は、じゃあそこまでの仮想の人ほどの価値はなかったのかというとそうじゃない。それはあくまでも一つのバロメーターでしかない。究極の価値はその人が決める。だから、私は今幸せです。それは自分で自分の価値を決めてるんですね、ある意味ね。ある意味よ、もちろん。それは絶対的な意味ではないからね。うん。悟ってみると、もうその価値という言葉自体がどこか行ってしまうんですね。だから私何にも考えてませんよ。
ね。私は今自分を認めてると言いましたけども、認める、認める。私は自分が好きって確認なんてしてません、いちいち。うん。してません。ただあるだけ。ただそうであるだけ。そこに何の疑問も抱かない。その境地ですよね。うん。それをもって私は、賢者寺であると言えるし、ね。皆さんが言うところの悟りというものの片鱗を垣間見たと言ってる。まあ、もちろんそれは、このごっこ世界であるんだけども、でもこの世界の相対基準から照らし合わせると、胸を張って言えることなんで、私は賢者寺として情報発信をしているし、皆さんのご質問にいちいち、お答えをしているというようなことなんです。はい。いうようなことです。だから結局、隠せなくてそう深刻に考えなさんなと。そう厳密に、その違いを考えなさんなと。考えれば考えるほどに、追求すればするほどに深みにはまっていきかねませんよ、というようなことなんでございます。はい。それで、今で11時半。つまり、1時間半番組をやったことに、なるわけですかね。はい。うん。ね。もう一つ質問を発見しているんですけども、ちょっと答えにくいというか、私もね、偉そうに言えるほど、このね、質問されている題材について知ってるわけじゃないので、ね、下手なことを言っちゃいけないので、ちょっとこの質問は、保留とさせてもらいますね。まあ、せっかくね、質問してくださっているので、どんなことにも答えてあげたいんですけど、よく知らないことを知ったかぶりしてね、言うこともなんだと思いますので、ちょっとあえて、ね、一つもう一つ質問が来ているんですけども、そりゃすいません。ちょっと僕がよくわかりませんので、と。ね。いうことで、勘弁してもらえますかね。はい。さて、あとは何かないかな？これで大体皆さんの、質問には答えた気がするのですが、残り、はい。おはようございます。テラさんもご存知だと思いますが、イエスマンという映画。あ、これもしかしてジム・キャリーのやつ？わかんないけど。イエスマンという映画で、主人公が起こる出来事に対してノーと拒むと、良くないことが起きて、ひたすらイエスイエスと受け入れて人生が面白く展開していく、という内容が、テラさんのようだと思いました。そうか？そうかな？まあいいや。テラさんはスピリチュアルテレビでも、そうですが、人生の流れに対して拒まないイメージがありますが、実際はいかがですか？だから、この映画も一つ危険なんですよ。イエスマンという映画のようにね、つまりノーと言わないで、すべて起こってくることに対してイエスイエスと言い続けることによって、いい展開を、結末を得たという映画を通してね、皆さんがある教訓を得るでしょ？つまり拒まない。起こることに対してノーと言わず流れに乗るということが大事なんだなぁ、ということを、まあ一つ皆さん学んで、それを実行しようとするわけでしょ？ただこれは危険なんです。どんないい教えであったとしても、それを絶対のものとして、例えば定規のように一つの基準としてしまうと間違いを起こすということです。この映画の怖いところは、この世界はあらゆる可能性に満ちていていいんだということを無視しかねないことです。つまり、平たく言っちゃうとね、ノーと言ったからいい展開になることもあるんですよ。断らない。例えばよ、信仰宗教からのあなたも信者になりませんかと言ってきて、それも運命の流れだけで受け入れますか、あなたイエスって言って。例えば悪い友達から何かを盗もうぜとか、詐欺しようぜって言われた時に、いや、これも人生の流れじゃないかと。誘われたということは、これをノーと、ね、いけないことだからと言ってね、そういう常識でノーと言ったら、人生の面白みを逃すんじゃないかと言って乗ってしまったらどうなりますか。もちろんね、犯罪はやっちゃいけませんし、ね、それは当たり前かもしれませんけどもね、何でもかんでもイエスということがいいケースばっかりなのかと、この世界はね。あらゆる可能性のあるこの世界でね、いろんな物語のあるこの世界で、やっぱノーと言ったことによって、事態が良くなることもあるんじゃないかと考えたときに、だから、危険なんです、こういう浅い考えは。だから、悟りとか、視点、別視点を持つということはですね、こういう一つの、いかにもみんなが反対しなさそうな、なんちゅうかな、格言とかね。みんなが、これはそうだと、あんまり、突っ込みどころがない、ね、完璧な、例えば、こう、人生の指針？例えば、感謝するってこともそうですよね。
この世界では感謝が大事だと、ね。感謝することが大事だって言われます。それは誰も反対しません。ほぼ、いや、そんなの感謝しなくていいよって言える人は少ないし、そう言ったら馬鹿にされますよね、その人は。うん。だから、そういう反対のしようのない意見っていうのは怖いんですよ、時に。じゃあ、一時が万事そうかというと、そうでもないこともある。ね。それが常に絶対かというと、そうでもない。ね。だこれもそうなんですよ。すべてのことをね、嫌だ嫌だと逃げないで、ね。拒まない。っていうことを、ステレオタイプに浅い次元で捉えてしまうと、間違いが起こってしまうことがあるんですよ。つまり、浅い人がこの教えをね、下手に受け入れると、どんなことでも断らないという浅い次元になってしまうんですよ。つまり、その中には、やめといた方がいいこともあるのに、いや、これもイエスと言おうというね、そういうとんでもない幼い次元でなっちゃうことがある。だから、深い次元になると、例えばこれはノーと言わなきゃいけない。つまり、ノーと言いたい、でも人を傷つけるかもしれないけども、ね、その人をね、断ることで、ね、印象悪くなるかもしれないけども、でもそのノーということを受け入れよう。ね、これに対して断ることに、という自分を受け入れよう。その自分を家にイエスと言おうっていうかね、そういう使い方をするならいいんですよ。ただ何でもかんでもイエスという浅い次元はダメですよ。ね。例えば、正直な気持ちとして、これに対しては、やっぱやめた方がいいという気持ちが出てきたときに、いや、これでもやっぱり、イエスと言わないと、ね、なんでもその、嫌わないでね、やっていかないとと、ね、言うのは間違いです。浅いです。心からの声に対して素直になって、それの決断に対して、イエスと言おうっていうね、これだったらまだいいんですよ。ね。だから、私は、例えば嫌なことは嫌って言いましたよ。だから、この人とコラボしませんかと言われたときに、嫌だったら嫌だ。ね。やっぱ、あ、テラさんこのままでいいんですかと。ね。もっともっと、コラボし、この人とね、手組んだらどうですかとか。もっともっとこういう言い方をしたらもっと受けるんじゃないでしょうかとかね。ね。今世の中はこういう流れなんで、ね、あなたそら、頑固にそれを言い続けるのはいいけども、もうちょっと売り方を考えたらどうですかと聞かれたときに、私はイエスと言えなかったですよ。ノーと言いましたよ。ね。だから、拒まないイメージというのはどういうイメージで言ってらっしゃるのかがよくわからないんですけれども、私は拒んでますよ。その表面的にはね。拒んだ結果こうなっているわけですよ。その責任を引き受けてね。ただそれは、私が人生を拒まないというよりは、自分が例えば何かのことを歓迎しない、拒むということがあったとしても、そのことを選ぶ自分自身を拒んでいないというかね。うん。拒む自分がダメだとかじゃなくて、それは自分が心からそうしたいので、その結果何が起こっても自分は自分であるし、その自分を後悔したりとかね、自分でダメだなとか、ね、失敗したなとか、そう思うことからは解放されているんですね。そんなことはないんですよ。全然。だからそういう意味で自分を拒んでいないと言えるでしょうね。つまり、表面的なレベルのことでは自分はいろいろ拒んだり選択したりするけれども、その自分の選んだ結果、選んだ選択や、その選択が及ぼした結果に関して自分は拒まないという。そういう意味で拒まないというならば、それは当たっているかもしれません。だからこれは非常に言い方に気をつけなきゃいけないということなんですよ。ね。拒むったって一体どのレベルで言ってんのって話なんですよね。怒ってくること、人から言われることに対して、全部が全部現象を拒まないのか、それとも、ね、いろいろ拒む、表面的には取捨選択をするんだけれども、その結果引き起こってくることに対して、その人は後悔をしない。ね、自分を卑下しない。何が起こっても、それは受け入れて、感謝すらするってことであるならば、それはまあ、立派です。ね。だから私がありたいと思っているのは後者です。ね。うん。だから何が起きても、そのことにも意味があると考え、拒まないで何でもやるということではない。そういうことじゃないんですよ。ね。嫌なことは嫌です。どう考えたってやりたくないことやりません。ね。いくら儲かると思ったって、自分がピンとこなかったり、心が、ね、の奥底が動いてこないと、やっぱり、それで無理やりクリアったっていいことになりませんからね。それで嫌だと言います。ただ嫌だと言って、後で、ああ、ありがとったらどうなったかなとかね。もう勝てたかなとかね。そういうこと考えない。そう、だってそう決断をしたんだから。それは自分が全力で下した決断なんだから誇りを持っているわけですよ。ね。で、そんな自分を受け入れている。ね。それを拒んでいない。
ということだと思います。私がまあ、ね、大事にしているとするとね。はい。そんなお答えでよろしいですかね。うん、それ以上答えようがないですから、この質問に関してはね。はい。そんなことなのでございますよ。はい。うん。ある方のね、コメント。人にどう思われるか、どう見られるかという思いに縛られていますと。服を選ぶときも、体型の維持も、ね、職選びも。こんな窮屈な思いからも学べることがあるということなのでしょうか。あのね、あのね、これはね、他人に言われることじゃないとは思うんですけどね。人にどう思われるか、どう見られるかって思うに縛られていますとあなたは言っていますね。うん。何が悪いんでしょうか。うん。縛られたらいいんじゃないですか。ね。嫌だったら縛られなきゃいいってだけで話でね。でも、そんなこと言ったって、縛られてるもんはどうしようもないっていうことでしょ、この方からしたらね。うん。やめたらと言われてやめられるぐらいだったらこんな質問しないよね。縛られていて、やめたいんだけども、やめられないから、多分、縛られているんですって言うんだと思うんですね。じゃあもう縛られたらって、もう諦めたらって、ね。もう諦めて縛られたらっていうことですよね。学べることがあるっていうのは保証できません。だって、この世界にあらゆる可能性があるんだから、その嫌なことを通して学べることがあるかないかなんて私がなんで保証できるんですよ。そんなもん知りませんよ。学べないかもしれないですよ。ここで、まあ、スピリチュアルの先生だったら、嫌なことからも学びがありますよって保証してあげるんでしょうね。そしたら安心するあなたは。そっか、この嫌なことからでもきっと学べるんだと言って希望を持ってやるんでしょう。それが一般的なカウンセリングであり、アドバイスなんでしょう。商売人としてはね、人からいいと思う、先生と言われてお金を稼ぐ人は、きっとこの方からも学びますから頑張ってください。自分を信じて、やってくださいって言うんでしょうね。でも私はそんな義理もね、お金ももらってもないので正直に言いますと、その縛られているということからあなたは何も学べない可能性もあります。もう腐った人生を死ぬまで送る可能性もあります。嫌なこと言うと。そんなこと知りますかってことですよ。つまりあなた次第なんです。うん。テラが何か言ったからあなたの人生が変わるということでもないし、それは保証できません。ね。あなたはどう見られるかということにね、縛られ、職選びも服選びも体型の維持もね、そういうことに縛られて一生生きるのかもしれません。ね。だったらそういう人生だったってことなんです。諦めなされ。知るかって話ですよ。このことからも何が学べるのか知るかってことですよ。ね。学べないかもしれないよ。残念ながら死ぬまであなたはそんな人生で、ああ、やだやだと思いながら死ぬかもしれませんね。うん。その可能性もあります。でも、あなたが、そうガツンと私から言われてね、逆に腹が立つどころか、あははっていうかね、そらそうよねってね。うん。もうなんかどうでもいいって気分になってね、なんかこう、ガツガツと、なんちゅうかな、こだわる？ああ、自分ってこんな風に思う、ね、人から見られること気にしているのね、とかね。そんなことでじくじく思ってた自分がね、バカらしくなって、ね。あるところでブレイクしてね、一点突破して、あるところで臨界点突破してね、あはは、私ってバカだったなってね、思える瞬間が来るかもしれない。なんて私バカなことにくよくよしてたんだろう、取られてたんだろう。もうこんなこと一緒手放したらよかったんだ、こんな風にってね。もう見る世界が変わる。そういう瞬間があなたに訪れるかもしれない。でもこれはあくまでも可能性であって、きっとなるわよとかいう風に、本当にね、なーなーのね、うん、いざとなったら裏切るくせにね、とりあえず理解が一致しているので、仲のいいママさんのね、励ましのようなことは私言わない。そんな歯の浮いたことは言わない。きっとあなたは良くなるよとか知らんわ、そんなもん。あなた、のたれ死ぬかもしんないしね、悲惨なまま。そんなことは私の知ったこっちゃありませんよ、ね。うん。だから学べることがあるかどうかは知らないということです。うん。ないかもしれない。はぁ、厳しいこと言うとね。うん。だから下手に慰める人はあると言うでしょう。うん。でも私はあえてあなたをね、ね、獅子は我が子を先人の谷から突き落とすと言いますけどもね、あえて突き落とすと、そんなことから何も学べないよね。これ二重苦でしょ？踏んだり蹴ったりだ、このことですよ。苦しい上に学ぶことが何もないというね。なんちゅう悲惨な。もう泣くに泣けないっていうね。そういう人生もあるということですよ。あなたがそのシナリオを歩むことに決まっているのかどうかは私の知るところではないので、もう少し生きてみてください。鼻から息してみてください。自殺せずにね。生きているといいことあるかもしれません。生きていると絶対いいことあるとは言えないんです。私の立場からはね。生きてたってこの先悲惨なままかもしれない。ね。シナリオによっちゃ。
でも、見てみないとわからないとは言えるんですよ。ね。あなたの人生が生き続けたから幸せである保証はないけども、可能性はあるんですよ。ね。絶対という保証はないけどね。だから最後まで見たらいいやん。人生。ね。どんな物語になってるか死の瞬間まで見たらいいやん。見た瞬間に、ああ、俺の人生って結局こんなやったやなってなるかもしれないし、大したことなかったなとかね、悲惨だったなという感想を持つかもしれません、死ぬ瞬間に。でね、いや、あの時諦めなくてよかったと。ね、俺の人生も二度といいことないと思ったけども。いや、実は、ね、頑張ってね、鼻から息し続けて生きてみれば、生命を維持してみれば、こんないいことあった、よかったなってなるかもしれない。それは、蓋を開けてのお楽しみというところなんですよ。だから私は絶対に、この先生き続けたら絶対いいことありますよというような慰め方はしないんです。職業柄というかね、悟り柄というか。そんなことは下手に言えないわけなんですよ。わからないとしか言えない。一寸先はね、光なのか闇なのかは言えない。しかもあなたの捉え方しもあるでしょ？人から見てこの人の人生かわいそうだなと思っても本人はさほどでない場合もあるでしょ？つまり物の見方なんですよ。ね。物の考えようです。人からどう言われようがね、私が幸せない場合もあるし、逆もあるでしょ？あなた今ね、お金もあって、地位もあって、財産もあって、子供たちもみんな立派でね、親も立派でいいわね。でもその本人にしたらあなたは、周りはそう言うかもしんないけど、実際なってみろよと。ね、どんだけ大変かと。内情はね、どんだけドロドロしてるかと。ね、お金があるだけでね、華麗なる一族じゃないけど、どんだけ骨肉のね、権力争いや、派閥争いやね、財産争いがあるか。ね、それで、本当に、兄弟でも騙し、親でも騙し、テクニックを使い、ね、殺伐とした中でね、お金があって、こうやって花は華やかだけども、ね、不幸なんだよっていう場合があるかもしれないでしょ。だから、本当に、わからない。だから、縛られているあなたが決していけない状態なわけではないんですよ。それもあなたの全力できた、来た上での今の現状でしょ。うん。あなたはきっと生まれてから今まで自分に良かれと思って選択をしてきただろうし、生きてきた。その結果こうなっている。確かに人と比べたら劣ってるかもしんない。でもあなただけのことを考えればね、他を比べたりしなければ、それはあなたのベストの選択の中で、享受している状況であるから、それを、何かあなたは自己卑下しなくていいんです。ただ、うん。あなたがその結果、今どういう思いを抱いていても、ね、それでいいんですよ。そこから学べることがあろうがなかろうが、それを教訓にできようができまいがね。もうそれをね、拒まない。その結果を拒まない。つまりそのね、貧乏なり自分が嫌な状態を喜ぶ。やったー！私これ大好きっていう。そういうことではなくして、それは別に歓迎ね、してたらおかしいですよ。喜んでたら。頭変ですよ。やっぱ嫌なものは嫌なんだけどもね。ただその感情が嫌だと思うこととは別に、自分は自分の人生を歩んでるんだというところの真の部分での強さを持っていればね、その部分での落ち着き、どんと来いと、ね。そら嫌なことは嫌だし、人間ね、やっぱお金があった方がいいし、ね、苦労なんてない、ね、少ない方がいいけども。でもそれは、今の現状はこうならこうでやってやろうじゃないのっていう部分。それがあるならばいいんじゃないでしょうかね。何か駒しゃくれてね。何かこんなことから私はね、この貧乏からこれを学びました。おーすげーとかね。私はこういう、逆境からこういうことを学んでこう成功しましたって聞いたら、それは聞こえはいいけども。ね。まあ、そんな風に何かをちゃんと学んだとね、証明できなくてもよろしい。あなたが今、ね、起こってる状況が歓迎せざ、できない状況であったとしても。それをね、心からは喜べていない状況であったとしても、その喜べていないことを受け入れられる。つまりさっきのイエスマンの話じゃないけども、ノーとは言う。表面的には拒むけども、その拒んでいることを自分は認めている。その拒んでいる自分をイエスにイエスと言える。うん。ちょっと禅問答のようですけども、そういうことなんですよね。その奥深い、そのもう一段階奥のある思考ができるかどうかなんですよ。ね。受け入れるって聞いたら何でもかんでも受け入れるっていう浅い一つの次元の話じゃなくて、受け入れるか拒むかの表面的な現象は違うけども、そのどちらか選んだこと自体を拒んでいないというね、奥行きのある、もう一段階奥のある思考ができるかどうか、ね。まあ、これをね、
考え方と言ってしまったそれまでなのよ。さっきの質問じゃないけど、悟った人と悟ってない人の違い、考え方っていうのありました。ね。今言ったように、表面的なね、黒か白かじゃなくて、そのもう一個奥底にある、段階のレベルの思考ができるかどうか。でもこれすらも悟ったとは言えないんです。これができているからその人は、悟っているとか素晴らしいとか言えるかというと、そんなこと訓練次第でできます。ね。そんなことを、人生経験と年季とね、あとそこから何を学び取るかということのね、努力でそこまでいけます。だから、悟りはそこじゃないんですよね。うん。それはもう語りにくい部分なんですよ。ね。語るに語りにくい。はい。テラさんは、明日、紅白歌合戦はご覧になりますか？見るでしょうね、きっとね。なんか、ね、いろいろ言われてますよね。安室ちゃんと桑田佳祐が出る。で、それもね、意味あんのかと。ね。じゃあ他の歌手は引き立て役かと。特別枠ってね。なんで安室さんちゃんと、それは桑田がね、いいのはわかるけども。でも他の歌手より格段いいのかと言われると、やっぱそこはそうじゃないですよね。でも他の歌手が紅白の枠で普通にスタジオに出るのにね。その二人は特別な扱い。ね、これどうなんっていう疑問の声もあろうかと思いますけども、でもまあ奥さんも見るだろうし、ね、なんかやっぱそういう見ちゃうだろうね、流れでね、好きかどうかとかね、紅白が本当ね、いい正しいやり方かどうかなんてそんな知りませんわね、うん、まあ見るっぽいよね、多分流れてるでしょうね、お家でね、うん、年越しそばすすぎながらかどうか知らないけどもね。多分流れてることでしょうね。ダウンタウンのガキの使いは多分見ないでしょうね。あるいは格闘技とか見ないと思いますね。うちはね。残念ながら。で、年末大型時代劇なんていうのもあるかどうか知らないけども、多分見ないね。もう紅白とかね、歌番組がきっと流れてることでしょう。うちの家では。はい。ね。はい。そんなことでございまして、今、時刻の方が11時51分ということでございまして、ね。もう、かれこれ結局2時間やってますな。まさかね、こんなに反響あると思わなかった。いきなり言ったのにね。ね、見てくれてるトータル人数自体はそうでもないかもしれないけども、積極的にこう、番組参加、ね、なんか打ち込んだり、意見、ご意見してくれたりね、する方がこんなにいらっしゃると思わなかったの。ね、もっとみんなシーンとしててね、何も言ってこない。じゃないかと思ってたと思うのに、これは嬉しいですね。はい。まあ、こんな風にいろいろね、少ない人数なのに、その少ない方がね、みんないろいろなんかこう、参加してくださるっていうか番組の方にね、ありがたい話だなという風にね、思いましたわ。今、改めて。ね、はい。今日ってこんな感じでよろしいですかね。はい。いいですかね。世間は勝って、ね、出川さんが言ってますけどもね。本当にもう、そういうのにね、やっぱこう、あしらわれる時期、もまあね、そういうものに翻弄される時期というのが、悟ったと言って、担ぎ上げられた人にはあるんだな。誰にでもあるんだろうな。その中で、一体どう自分を見据えて、自分のスタンスを決めていきね。そして、たとえその結果どうなっても、私自身の納得というものをね、持つことができるならば、その人は決してね、人気が、維持できようができまいが、その人の幸せというのは変わらないんだなと。ね。そういったものには左右されないんだなということが、私の最近の実感として、まあ、あるわけなんですね。はい。それをね、まあ、皆さんに、私事かもしれませんがね、お伝えしたいなと思ったんです。ね。本当に世間って勝手です。ね。だそういうものの評価にね、一喜一憂しなくてもいいんだなと。いうことはね、本当に思ったわけなんです。ね。ね、宮沢賢治じゃないですけどもね、そんな人に私はなりたい。ね、もうなってるんですけどもね、それでいいやっていうかね。それをね、非常に受け入れられるようにね、やっぱこう、悟りというものはしてくれる、うん、ものだなと。決してそれがね、人より優れているということではね、またないんだと。当たり前。うん、これが私のシナリオなんだ。これが私の生きる道っていうか、パフィーのね、ヒットソングじゃないですけども、これが私の生きる道。ね。それだけのことなんですよ。実にシンプルだ。はい。ということでございまして、今年も本当に皆さん、
お世話になりました。ありがとうございました。ね、良いお年をね、お迎えくださいと。ね。ちなみに来年の放送なんですけれども、ですね。何日になってたかな。1月の20日になってましたかね。20日ね。はい。もう9時から。確か9時ですよね、これね。9時、うん。まあ、また来年ね、新年度お会いしたいなと思います。あと、寺基金の方ですね。振込先をお伝えさせていただきます。ね。年末のお年、ね。年越し、お年玉として皆さんぜひ、多少なりともお恵みくださると助かります。フルタイムで仕事しておりますけども、まだ見習いに近いのでね。まだちゃんとした、本職のお給料はいただいてないんですよね。見習い期間ということなんで今ね、まだね、フルタイムとはいえ。はい。皆さんの、ご寄付があると助かれます。りそな銀行。りそな銀行を、島本支店。りそな銀行島本支店。普通預金。口座番号が、0088514。0088514。名義が新海。新海俊人。りそな銀行島本支店普通預金口座番号0088514新海俊人宛てまで皆様の心づけをですね、ぜひお送りくださいと。お願い、伏してお願いをいたします。はい。で、次回は1月、20日の、土曜日。午前9時からまたこの場でお会いをしたいと思っております。皆さんね、それぞれいろんな思いをね、抱えてのこの年越しとなるでしょうけどもね。北朝鮮の状況を始めて、世間にはなかなか本当に大丈夫かよ、というようなね、状況もございますけどもね。でも考えたってしょうがないしね、やっぱ一日一日一生懸命生きていく以外ないんでね。もうそこはね、もうなるようになれと。ね。ただ自分はね、人事を尽くして天命を待つの心境で、やっていくんだと。そこで家族の笑顔があればね、自分のささやかな楽しみがあればね、人生捨てたもんじゃないと。ね。結局はそういうところに落ち着いてね、頑張っていこうと、ということになると思います。では皆さんぜひ、ね、今後のますますの活躍を期待して、私もね、本当に自分なりに人生、どんな状況でもね、その場その場で輝いていけるように、ね、やっていきたいと思います。はい。皆さん本当に今年もお世話になりました。今日も番組ね、長い時間、2時間間お付き合いくださって本当にありがとうございます。はい、では、皆さん。